えー、先月3月26日ですけれどもトランプ候補がニューヨーク・タイムズのインタビューの中で日韓の核保有容認、えー、そして在日米軍撤退の可能性について言及したと、まあ、日本のメディアが大騒ぎした,けどもしたんですけれどもそれについてちょっと詳しくお聞かせいただけますでしょうか。でのの日本のマスコミでは、えー日本 まあ、あとは韓国のところだけがなんかこう大きく取り上げられている感じなんですが実際は、えー、アメリカの同盟国、うんえー、名前で言うと日本、韓国中東のサウジアラビアそしてヨーロッパの、まあ、NATO 諸国、まあ、ドイツを中心に言った、うん、この同盟国の今の安全保障の在り方全体をトランプは批判したんです。うんうんうん まあ日本ではもう本当にこう日本についてですね狙い撃ちしたかのようななんかそういうふうなニュアンスで捉えているんだけど決してそうではないとそうですね、はい。まあその中でですねやっぱりあのこのアメリカ人のやっぱり関心としては。 それどちらかというと日本よりもヨーロッパですヨーロッパです特にトランプがトランプ自身が批判してるのも一番強く批判しているのはこの NATO 諸国この NATO のこの批判のポイントはええとですねまあこれあのあのこのインタビュー自体がトランプの政策の中で今まであんまり語れてこなかった外交政策についてに集中的な質問だったんですが特に NATO の問題二つあるとで一つは NATO っていうう組織自体がもう時代遅れだとうもう数十年前に NATO が作られた時っていうのはソ連の脅威を想定して作られたんだけど、はいうん、今はソ連の脅威ないので,、うん、で今の脅威っていうのはテロですよね、うん、でテロの脅威用にできてないと<ー>で実際テロのことあのヨーロッパでは誰もちゃんと監視してない。うん、まあ今あの,アイシスのテロが ヨーロッパで起きてますけど、うん、まあベルギーの状態なんかも非常にあひどい安全保障の体制になっているのをまあ批判してるわけです。もう一点は、はい、アメリカの費用負担が大きすぎると。うん、この NATO において、うんで、そもそもあの NATO っていうのは、うんえー、加盟国が二十数カ国ありますけど、うんえー、どの加盟国もあの自国の GDP に対して二パーセントは軍事費を 使うううよにといい規規定定があるんんんでですすそののみなな守守っっててねはアメリカが3.6%ぐらい使ってますけどちゃんと守ってるのはイギリスと5か国ぐらいであとみんなドイツだって守ってないんですよつまりみんなアメリカに頼りきってるわけですね NATO の実際の費用の3分の2はアメリカが持ってるとこれはアンフェアであるというそれを批判してるんでまあ当然といえば当然のことを言って てるんじゃないかと見えますしかしその NATO のですねその防衛をアメリカ頼みにするっていうのはまあこれ NATO だけじゃなくてまあこれはもう本当にアジアこの日本も韓国も。 人のことはは言えないないいう感じはありますよね,すね、まあ、だから昨今の日本の、えー、安全保障法案で、うんえー、日本の安全保障のところでも、うんまあ、集団的自衛権で、うんまあ、日本がちゃんと、まあ、自分の国は自分で守るべきじゃないかという論調があったわけですからそういう中で,です、ね、その日本の、まあ、マスコミはそのトランプ氏の日本に対する発言のところだけ取り上げてそしてトランプは日本が嫌いなんだとかですね もうかこの外交問題を好き嫌いの感情レベルで論じてるんですよこれどううなんでしょうかいやまあ、さにですね実際のトランプのインタビューの全文がニューヨーク・タイムズも出てますのでね、うん、それを見ると、うん、まあ全然そういう形じゃないので、うん、や,っばやっぱねそもそも、ね、THEFAXT という番組はマスコミは報道しない真実、うん、事実を報道するっていう。うんうん あのテーマになっているので本当にあのマスコミっていうのは事実ほどしててなないでですすすねね <laughs>、まあ、ねじ曲げてま,す、ね、まあそうなんですよだからこのトランプ氏についても,もう以前及川さんのほうからそのそのトランプは別に日本が好きだと嫌じゃなくてあくまで日米安保の,このアンフェアな部分ですよねこの費用負担とかあるいは日本が一方的にアメリカに守られてで日本は守る義務がないとか。 もうこれを言ってるんだってもうその通りだからここぶれてないですブレてないですねそれも日本だけを特別に言ってるわけじゃなくてあのアメリカのそれも親しい同盟国すべてに対して言ってるんですよねうそうするとですねえっと3月13日幸福実現党の大川隆法総裁がですね福岡での講演会でまあトランプが仮にまあ大統領になったとしたらはなったとしてもまあ日本に相応の自衛力を 求めてくるはずですと、まあ、このようにですね、もう、すでに、発言されてた。ということがすると、今回のニューヨークタイムズのインタビューで,ですね、トランプ氏の発言は。及川さんは、もう、別に驚くものではなかった全く驚くことじゃないですね、うん、もう、予想通りですよね、うん。あの、岡総裁が、その、まあ、ほぼ2週間前に、うん。福岡の講演会で言ってた通りのことを、うん、うん、まあ、トランプが、あその後、言ってきた。言われてみると、当たり前のことなんですけどね、なぜ、このね、こう、アメリカが。 どちらかというと肩代わりして日本、韓国あるいは NATO までこうそのその守ると肩代わりするとなんで今までこれアメリカの政治家ってそんなに言わなかったんですか。 えーまあ、アメリカ一国が覇権国として世界の、まあ、安全保障を守ると、うんまあ、世界の警察官とよく言われるそれがです、ね、アメリカの国益になるんだと、うん、でその国益ってもなんか抽象的な言葉ですけど、うん、その正体っていうのは要はアメリカに従属させることができる、はあ、日本も、まあ、日,本日本を特に挙げれば、うん、日本っていうのは憲法9条で独自の軍隊も持っていない、うん、結局は、うんえー、アメリカの核の傘の中で守られている。うん まあ実質的にはアメリカの従属国という位置をアメリカは良しとしているわけですね。うんうん、そうするとうまく非常に逆説的なんですけどねトランプ候補が言っていることは従属ではなくてむしろ例えば日本なら日本に対して自立を求める実はその通りはずんるといその通りなんですまさにあ<ー>あのトランプっていう人は今までのアメリカが作ってきた世界秩序。うん これを変えようとしてますね新しい世界秩序を作ろうとしているそれは特にまずは同盟国に対して自立してほしいとそれはアメリカとしての事情もあるお金がなくなっちゃったのでそれもあるんですがそれぞれが自立してそれぞれの役割を果たしてほしい。 はあまあ、それはちょっとこう今までの我々がイメージした世界観アメリカがその世界の警察官として世界の平和を守るというイメージはちょっとだいぶ違うんですけどそうすると見方によっては日本にとっても戦後70年続いてきた、まあ、その安全保障体制自分の国を守るというこれ大きくこう変わる。 きっかけになるその通りですねある意味はちょっと日本から離れてトランプの批判している例えば NATO を見てみるとですねウクライナ問題って起きてるわけですよね。でウクライナ問題をアメリカから見るとこれはプーチンという現代のヒトラーがロシアという脅威になってるんだとだからロシアの脅威を止めるために NATO は必要だからアメリカが NATO にお金をつぎ込むのは正しいんだと NATO にそれだけねアメリカがお金をつぎ込むのもそれは正しいんだというのが今までの 考え方だったわけですトランプからしてみると、うん、ヨーロッパにはドイツという立派な経済大国もあるじゃないかとでドイツは何やってるんだと<お>ウクライナはヨーロッパの問題だろうと<お>そこに何でアメリカがそんなに肩返すんだと<お>でそもそも何でプーチンがそんなに悪いんだと<お>という全く発想が違うんですよね。ここれとと全く同じことが日本の 状況にも言えるんであって北朝鮮とか中国っていう脅威があるんだったら日本が独自に自分の国を守る、うんうん、そのためだったら核兵器持たせてやったっていいんじゃないのかとと、うんうん、ということを言ってるわけですねまあそれはね私も非常にあのうなずけるところがあるんですよもうこれだけ日常的に北朝鮮あるいは中国の動きについて報道が起きそれを朝日新聞でもあるいは場合によっては東京新聞でももちろん毎日新聞でも ちゃんと報道してるところがもう極端な場合は同じ面あるいはページをめくると安全保障法廃,廃止だと安保法廃止法案を何で進めないんだみたいなです、ね、もう大声で言ってるあるいは北朝鮮が核武装を進めてるどんどん進めてる横で、えー、原発の稼働をです、ね、下稼働してる原発を止めようともうそういうことをやってるもうめちゃくちゃなですね もうこんなでだらめな動きがあるかというのは,私は日本のマスコミで例えば韓国でもさすがに例えばその核保有について議論が高ままってますすその通りですね韓国,であの韓国の一番大きな新聞の朝鮮日報が社説でこうなったら韓国も核武装の論議はしなきゃいけないんじゃないかと言ってで今、実際その論議されているわけですね。で一方アメリカは あのこれはもうあのトランプだけじゃなくて、もう韓国は核武装せざるを得ないんじゃないかっていう、うん、その賛成、容認論も出てるわけですね、はあ、それは今までのちょっとあれですか、全く新しい議論ですね。 だからでもちろん一方であの伝統的な、うん、いやそうは言っても韓国を思いとどまさなきゃいけないと、うん、ここで韓国の核兵器も出したら核,核がどんどん,どんどん拡散してしまうので韓国を止めなきゃいけないという議論ももちろんあるんですね、うんうん、あるんだけど今までだったらそれ一辺倒だったのは、うん、容認論も出ているというのはこれはやっぱり新しい世界情勢をアメリカとか韓国かよく見ている、まあ、あの今の小池さんのお話をお伺いしてまして、ね、どちらかというと日本は戦後 平和という国是のもとの、まあ鎖国体制を取ってきたんです。海外の情報に一切、耳を入れ、もう、その、それを耳に入れまいとして。まあ、ある意味、その、平和、鎖国体制を、トランプという黒船が、今度壊しに。 くるようななんかそんな図式になるな感じがしますねさっき佐藤さんが言われた自立って言葉ですよね、うんうん、今の状態は従属だと思うんです、うん、実際には,は自立していない独立国になってないんでしょうね日本はね、うん、だけどもしトランプが黒船だったとしたら、うん、今度こそ本当に自立できる、うん、そういうチャンスだと思います、うんうん、なるほどさてそのトランプ候補ですけれどもお先日ですね4月5日のウィスコンシン州の予備選では テッド・クルーズ候補にですねえまあ負けましたまあテッド・クルーズ候補が圧勝したという見方もありますけれどもまあ今、日本のマスコミもこの結果を受けてえトランプ氏が、結果的に過半,数のその過半数を抑えることができずにえ共和党の党大会での決戦投票に行くのではないかと。 で、えー、こういう見方が出てるんですけど、この件に関してはいかがでしょうか。えー、現状を見ると確かにウィスコンシンの結果このあと、えー、最後6月の7日のまあカリフォルニア州のお予備選までですね、えー、残った州をの約7割ぐらいの大議員を、うんえー、トランプが取らないと過半数いかないですね。うん、だから不可能ではないですが。がかなり厳しい。うん、まあ事実上無理じゃないかと言われている。 そうなった場合は、うんえー、7月の党大会の1回目の投票では、うん、誰もにはいいかないですね、うん、そうすると今里本さんが言われた決選投票っていうのがあって、うん、これがまたあのアメリカの,あのルールで複雑なルールになってまして今やってるのは50州の大議員を選んでるわけですね。うん、でそののの、まあ、投票の結果によって各候補が自分の 得た大議員の数っていうのを今競ってるわけですけどこの2回目の決選投票になるとそれが全部チャラになっちゃうんですね白紙になってしまって大議員っていうのはまあ一応いるんですけどまた本当は全員じゃないんですが自由に投票できちゃうわけですその時に今アメリカのマスコミで言われてるのは共和党の幹部共和党本部の方は何が何でもトランプを下ろしたいと。 でそのためには、うんえー、決選投票になったときに、うん、大議員の過半数を反トランプの特定の候補に集中させる、うん、でこの2回目の決選投票というのは、実は誰が出てもいいんです。誰が出て今の予備選に出てない人,も出れる人が出てもいいんです、で今、名前が上がってる人も今出てない人たちです、うん、例えば、えー、前回の、えー、共和党の候補だったミッド・ロムニー、うん、今回出てないですね、うんうん、ロームニーをまた出せばいいじゃないかとか。うんうん からアメリカの、えー、共和党の会議長の、うんえー、ポールライアン、うん、ポールライアン出した、うん言ってる。はあ、まあ大物ですね。えー、この人たち、あの今のところあの大統領選挙の予備選全く出てないので、うん、何にもしてないです。うんうん これをここで突然出そうっていう案がなんか後出しじゃんけんみたいな感じその通りでですするんよねでもしそれをやったら、うん、過去にもそういう例があるらしいんですけど、うん、でもしそれをやったらですね今までこんな長い時間かけて、うん、アメリカの少なくとも共和党員の民意を聞いてたのが、うん、全部白紙になってしまうんですねそれをもしやったら共和党は割れるんじゃないかと、うん、という声もあります。 はあ、で実際、あのまあ、今トランプとして言っているテッド・クルーズはこの案に反対してますね、まあ、クルーズにしても決選投票になった時にじゃあ全部それがみんな反対票が自分に来るわけではなくて結局、トンビに油を油揚げをさらわれたという状態になるというのはクルーズも同じ立場同じです。 同じです<ー>でクルーズはもう現時点で過半数いかないのも分かってるわけですそれもまだやってるんですよねまだや、最後まで多分やるんでしょうけどでも、まあ、これまですと誰も過半数いかない、うん、だから今、クルーズがあの選挙戦続けているのは、うんえー、とにかくトランプに過半数を取らせないためにやらされているような感じですよね。うんうんは そして決選投票、党大会の決選投票に持ち込むんだということで、うんあのーまあ、最後にです、ね、もう一点ですけども、まあアメリカがです、ね、なんで今回トランプ氏のような人をです、ね、こう選ぶようになったのか、まあ、いろんな日本で相変わらずです、ね、その国民の不満だとかです、ねまあ、いろんなのがある、まあ、あの前回、上川さんと話にもあったんですけど我々もすでにそこに関して結局、口先だけの政治家というものにもうアメリカ国民はもうへきへしていると。 結果を出すとやはり経営者とかですねやはりそういう人に新しい可能性を求めるというまあ及川さんから指摘がありましたけどこれについいててはやははやり変わってはないで,すそうですねさっきあのテッド・クルーズさんの話が出ましたけどまあクルーズにしてもですねある意味では保守主義というイデオロギーこのイデオロギーを中心とした人なんですねだからそういう意味では伝統的な共和党の政治家で同じ共和党の候補であってもトランプはイデオロギー関係ないんですね。うん そうで彼の言葉で言うとコモンセンスっていう言い方をしますけど、うん、常識の目でまっさらな目で見たら、うん、問題解決のためにはこうした方がいいんじゃないかと、うん、でそこで言う彼の言ってるう政策っていうのは共和党的じゃないんですよね、うん、なので共和党本部は、まあ、嫌ってるわけなんですけど、うんうん、でも国民の立場からしてみたら、うん、これだけあの問題が山積している中で、うん、今求められてるのはイデオロギーを振り回す人じゃなくて、うん、やっぱり。 悩みを解決してくれる人、うん、答えを出してくれる人、うん、それを求めていると、まあえー、これからあと7月の党大会まで,です、ねえー、今回のアメリカ大統領選ますます目が離せなくなりました。